在讲英文。开始。你开头。现在不认真了，也没有问题了。然后如果再现在再问题的话，就很糟糕的了。那就很糟糕了。是不认真了。今あの問題がないです。哎，就是那段时间，很感谢老师，真的把心中很多那个谜团解开了。那解开以后，就是我的路怎么走，我要清楚，哎，没什么问题可以走。就是主要是，老师问我说，中间接一个心境方面的，中间心方面的加强而已，这样子而已。先生のあのおっしゃったのを聞かせていただいて、自分が足らないところ、まあ。その教えていただいて、もうあの、うん、もそのもう問題がないと、うん、それでまあ信心、いかに信心の道へ歩むことは、もう先生の説法からもよあの教えてくださってますので、もう質問ありませんと。うん。在无量寿经有一句话就是恒劫恶趣，嗯，恶趣之人必，嗨，生大无穷极，嗨。这一句话就是清凉僧人判往生即成佛的这个预判，就他的判教是判这一个。那这个是跟一般的，因为在台湾的祖师，在中国的祖师，他们所讲的东西就是你往生以后，你见到了净土，见到了净土，跟登地要见净土是不一样的，是不一样的。那么清凉僧人说，依据这个恒劫不二趣，而自然，比如说你既然恒劫不二趣，又这里生道无穷极，那清老师把这一段呢，就是让我们更清楚、清楚一点。先生，あの大教の中にね、そのまあ親鸞聖人が一番重んじてるあの家門、まあお経門がありますね。王に五握手を切る。それで、あの握手を自然ペイ。で、消毒、はい、無給獄ですか？はい。無獄、はい。無給は何だな？お、はい、横。手で押しや、無償状。手で押しや。お、是怎样？はい。跟做过主事的判教都不一样啊，那不一样。清凉僧人就是判在这一段就判说往生就成佛了。修道，次修道，修道，はい。道，五，五，六。このあの意味をあのおっしゃる。欲望は無人だ。欲望は無人。はい。欲を二無人。二無人。欲を二無人だ。はい。無人。はい。これでいいんやな。はい。これでよろしいです。はい。これをね。はい。今ね、初任が88歳の。最晩年のところがね、2年とか。はい。八歳そう、这个、自然法二三は。2年。はい。2年法に。この二年法にという、ね、二年という、これでも、このこれと、これも一つのもんやけどね、両方言うておだろう。法然上人はこれを法に通りと言うと。这个自然跟法尔是一样的哈，那么法然上人是讲法尔。法尔自然。看、嗯、法尔自然。法尼通りとこ。
法尔道理。嗯，この一念法理にこれに逆らっとる、これがわからない、これに逆行しとる、逆行のもの。はい。逆行之者。逆行的やな。はい。这些人はい。これが盆仏やつ。はい。就是说被自然法尔而持的人就是凡夫，就是逆行自然法尔的人。逆行自然化作。就是凡夫。この一念法理という、これがね、真であって、これが善なんて。自然法尔就是所谓的真善、だから法理通りのこれがまた智になるんや。法尔道理这里所谓的智慧的智。この逆行しとるのが、これが愚に。逆行之者就是愚。愚。こうか。はい。心。日本語で言うとこれをバカっつうの。这个马路就是日本话，就是所谓的畜生的、笨蛋、八嘎阿猴子、阿呆。これが文部のことですよ。この次年の法に通りに、法に通りを法に通りのごとくに、その悟る、知る、悟る、如法尔道理，就是般去悟正悟这个法尔道理的呢，知る正悟知哈、これが智者。好、这个是智者，真正的智者。智者，あるいは智人と。也可以说是智人。だからこれをこの法理通りに如实的悟り切った人、正これを一切一知法尔道理的哈，就是所谓的一切智人，これが仏さん、这个也就是佛。最近これに逆行しとるの、これが文部や。那么逆行法尔道理的呢，就是凡夫。だから五悪衆中のもんね、五つの悪衆だってね。对，这五恶。逆行の姿です。五恶趣是逆行法尔道理的形 的相相状。だからこれに順じておられる。この通りに順じておられる。これがこれな、これが二つ、それが真であり善でな、だから善とは何かというもんで、所以老师说真正的智慧、真正的真、真正的善是什么呢？就是如实的顺呢、顺这个。那个佛的悟，佛所证悟的、所知道的、所体证的法理，那个才是真正的真、真正的善。だから信頼所に言ってるね、字はおのずからというと、字はおのずからと、これは日本語やけどな。这个信頼圣人他解释这个自然两个字，所谓自就是什么呢？念というは。これは死から死むと、死から死むということは、ね、文部の事件、事件にあらずと、自はおのずからという念というは死から死むという言葉、もとより行者の計らいにあらずと、行者の計らいにあらずして力しもるを一念とは申すと聞いてそろうと。这个字呢，用日文话来讲是“おのずから”，那个然用日那个来讲就“力しも”。那这两个是指什么呢？指哈，就是说
字跟人都是非不是凡夫的自见。嗯，那就让他见，就像。波罗斯伽拉就是字。这个字。悉伽拉悉姆就是染。嗨。就是这是。我们的这个，我们的这个，我们的这个话，这个是。那。这个逆的。那么什么是凡夫的自见呢？凡夫的自见就是逆行。これ逆行になっちゃうの、自分の自己になって、都是自己的嫉妒、嫉妬、自己的嫉妒、だから考えるとかな、所以仿佛所想的、所考虑的、覚えるで、所记得的、这个覚える这个是记得的、记住的、自分の考えを、自己的主张、主張する、这是想法、这是记得的、覚える、主張する、自己认为怎么样、这个主张、従わない、然后従わない就是、従わない、就是自己对，然后都不顺从那个。自以为是，对，自以为是。これがみんな自己なんだね。这个全部都是凡夫的嫉妬、嫉妒啊。逆行なん。这个就是逆行，那个逆行啊，这个就凡夫的自见。だから自はおのずからという念というは力しむるという言葉。もとより行者の計らいにあらずしてと。南無阿弥陀仏と。頼ませたまえて迎えんと計らせたまえたるによって行者のよからんともあしからんとも思わんのを理念とはもうすると聞いて候とこうよしがしないやん言え悪いっていうようなことを言う考えるのがあかん老师说这个自然法尔的世界是没有善没有恶的爱有善想善想恶都是凡夫的嫉妒正とか不正っていうことね讲正还是不正呢？こういうことを言うのが。在讲这个的世界呢？こういうことをこの主張する。好，会主张正不正好不好善恶的。これが邪やとこう言われる。这些都是邪知邪见哈。これは法に不順。好，那个就是没有真正的顺那个自然法尔。これは。法なんです。自然是法。法に対して不順になったら、不顺这个法 的时候，就是会有是非好坏三的跑出来了。だから、阿弥陀仏のようは、理念のようは知らせん了なりち。その理念を知らせると、これを知らせると。知らせるというのどうかかかるのは六、あの命令の令令か命令の令や令、これか これが弥陀仏と那么什么是弥陀呢弥陀就是要令众生知道何为自然あれは阿弥陀ということ这个就是阿弥陀佛阿弥陀仏ということはな、この理念を知らせるのが阿弥陀仏やと。就是说，让众生，让逆行的众生知道何为自然的，就是阿弥陀佛。だからこの理念ということが分かったらね、これが、知道自然的人呢，是无义，为义。義なきを義とすとか、義なきを義となすとか、だからこれがもう最高の世界。あ、そうそう、無義唯一的世界是最これが理念法最高的世界。这是法尔的世界。それをそこまで行った人がこの人なんだ。この世界。到达这个无一唯一的世界的真的人，也就是善的人，也是一切智人。これはお釈迦様だ。这个就是佛。だからこそこう。
所以你看佛汉这是禅定下。刚才我阿朵我记得可可看看那个人，五八阿朵阿朵了。因为都有啦，都复杂了。你讲安尼大家都往想啊，啊，所以我特别破除我们这种想就。要棒棒喝、嗯，就是我有一个疑问啊。如果说他听错了，贪嗔痴也是我的主人呐、啊，喜欢睡懒惰嘛，好饿了嘛，喜欢住懒呐。因这应该是正的这个破入无明以后的这个，他应该是正的，他有破入无明以后就认命进修，他就没有受那个一般的这个宿舍这个贪嗔痴慢疑的羁绊嘛。因为这样子，如果说。老师讲自然啊，我来爱滚爱滚啊，自然啊，爱嚼个嚼蛮自然啊。安尼呢，没错。是，これ先生ここ大事なところですが、この次年に関してね、あの悪次年の悪用しているものがいると、その。じゃあ、あの、トントンチンチーマンギも僕の次年です。眠たい時は寝たらそれも次年ですね。で、それを、やっぱりこの次年言ってる時は、やっぱり無明を破られた世界ですね。自然の世界は無明ないわね。自然の世界は没有無明的。眠たい時は寝るっていうのはね。はい。これ、それがね。想睡的时候就睡的人呢。睡。眠たい時は寝るところやな。はい。これはね。これ自我自我。老师说，想睡的时候就睡，那个是自我。自我。嗨。自分の意識やな。哈。是自己的意识。これ縁を聞いて。哈。これはマナ式の働きや。老师说，这个是莫那式的运作。この知識、知識やな。第七識、莫那識。こいつが働いとん。はあ。就是说这个莫那識的运作，所以才会想睡的时候就睡。だからこの莫那識に動かされとんやから。はあ。それがバカや。哦，因为是被莫那識所左右，所以是愚，是阿呆。だからアホやし。啊。だからこの一切一人はな、はい、一切一人である仏様は、はい、この眼識を、はい、これを克服して、那么一切智人的佛呢，他是克服，啊，转，是转，莫那是，転識して、はい、これ平等性質になってる、转莫那是为平等性質。今日はどっちの章やったかあの立身辺に人生の性、はい、性格の性平等生じになってるわ、はい、こっちの人間の場合はこう自意識でやって自我意識や、はい、平等と違う、はい、これは個性や、はい、那么凡夫的话他因为是自我嘛，所以它不是平等性质，它是个性。个性，我知了哈。我知道。だからこの転識のためがね、はい、この転識してもろたら、はい、転識したらそれそのままが、はい、機を得たことになる。那么呢，那个。被转世的当下，那个就是得知了。だからこの天地と地、この特殊の世界まで行くのは、はい、さあどうして行くかと思うんです。これだけを考えたらいい。はい。那么我们哈凡夫要如何能够到这个得知的世界呢？这个是值得我们深思的问题。天地と地。转世得智，これが解脱ということ。啊，这个也就是解脱的世界。解脱的世界。解脱啊。那个不破啊，天地都不知道在哪吗？所以何谓佛法？佛法就只有这个而已，转世得智，也就是只有解脱。佛法就是要为了要让我们
得志，是给我等于得给我转世得志。我记得法然上人说，在末法时期还路不可能的、啊。先生，法然上人言われた、確かに言われたんですが、凡夫には得知はできないと。できない。哎，不能。就做很深的禅定，把这断了以后，才能得到这个东西嘛。是能做禅定。深い禅定に入らなかったら得知できないと。嗯。那还禅定に入らなかったらできないけどね。哎。その方法があるね。啊，所以说有法子的。その方法が。はい。大きなとこ。それは。站起来，哎，还有5秒哈，先生，お願いします。はい。仏地やな、はい、この仏地に、はい、あとこの凡心がやな、はい、凡心が仏地にあと感化されたあ、就是说这个凡心被这个佛智感化的时候看看他的这个目标，对，不断的感化，不断的感化，哈、啊。然后这个佛心里面，好、啊，进来很多这个佛字。你可能讲不心化他的。对，就是被佛心化的凡心。嗯，那叫凡心啊，嘛个点呢？那么当佛心、凡心佛字进来很多的时候、嗯，那么凡心就会输给这个佛心。我的人马铁路。好、哦，这个负马铁路就是输、嗯、哈。嘿嘿，那得急，哎呀不信。啊，佛智跟佛心是一样。嗨。我的人卡住了。好、哦，然后佛心佛智呢，他啊胜了，打是吧？打胜了。卡住就打了。嗨。我打了没？買った時にはこれはもう消えてしまう。哦、当佛心佛智胜的当下，也就是佛心消失的时候了。嗯，凡心消失的时候了。凡心が負けたらこれが。凡心の方は。はい。当凡心この凡心的时候。零点になってます。啊，凡心就是零分。嗯嗯嗯，これが無力になってます。对，就是知道自己是无力的存在。嗯。啊。啊，对。无心呐。哈，那么。呢。同时呢，这个佛心哈、啊，它是。全体を心，なんていうのか。哎。要全体が征服する。哦。就是全部都被佛心所制服了。嗯，我服也那个多。征服，嘿，征服。哎，先生，あの征服この税はあの字ですわ。征服の税。そうそう。征服やね。はい。福福啊！福福相福呀，政府的服从福福啊。那不不能福的了吧？对。嗯。嗯。哎。だから仏智呢，これが王になって。哎。所以佛智它是印。印。王になって、こっちは官になる。啊，凡心是感。对不起、啊、我要问个笨问题啊，笨问题。可能你们太小了。滴滴去。怎么样？怎么样？看。又滴滴去的。嗨。又滴滴去的。嗨。で肝になってもて。あ。で肝の動向でね。あ。肝の動向。道道先生道。道は道。あれ消さなくても消すから。交通の交。肝の動向となって、はい、で無力になってもで、はい、老师说、就是佛这个佛智跟凡心感应到这的时候，凡夫就是零分，然后无力，啊。だからこれを上、哦，上不知，啊，这个就是那个乘佛愿力，愿力。あれは上悲願力とか。
啊，也说趁彼愿力。この用というのはこれは何ですか。这个胜是什么意思？これは勝つということです。啊，胜利的胜哈，胜也哈，胜也。仏が勝つね。好，佛胜。仏が勝つ。はい。彼が勝つ。はい。願力が勝つ。啊，愿力胜的时候。ただ凡夫は負けるね。啊，凡夫是输哈。凡夫は負ける。負けたらいいね。啊。老师说凡夫输最好。なかなか負けよらんね。但是凡夫不肯输啊。こいつがなかなか負けよらんね。こう頭在修炼。老师说凡夫往往低不了头，这头都要抬起来哈。だから仏様に、この仏に、パッと叩いて、哇！所以他需要棒喝，他需要给佛棒喝，啊。我问问你啊，老师这个过程怎么样？先生この仏に感化される仏心化されるその過程とは何ですかと。最大家最要紧的问题了。過程はね。まあ一番に。まあ。老师说，首先。門やけど、その時に門の時には正しい。少子がいるわけ。需要遇到正法的法师，要一直正思闻法。ところが，但是，邪思が多いね。但是邪思很多。これがサバ。啊，沙婆。サバでやって、サバの末世はやな。啊，沙婆的二世，啊，末世。多邪思哈，苦有我修的，苦有我修。啊，就是五种。六个道子。就是五种外道。苦有我修六个道，我们那也是的。啊，就是五种外道都是邪思。これが誘惑してしまう。就是说邪思会来诱惑。はい刚才所讲到的莫那斯，莫那吉，莫那吉，你会摸上来，可以诱惑上来的吗？啊，就是说，就是说被这个莫那斯所玩弄的人，就很容易被诱惑。だからその時にこの少子に合わないかね。所以呢，要如何能不被诱惑，就是要遇到正师。少子におったら、こんなもんはビャーッと突き破ってしまうの。遇到正师的话，自然那个诱惑就会被打破，会被吹破。突き破ってしまって、それで天敵できる。然后莫那斯被打那个破打破的时候啊，就能够转世得智。天地都知，これを現世で。而是说这个是现世现身啊，现世。現世凡心也呢，就是说在凡身的时候，啊，凡心你会对吧？啊，一几部分的人呢？哦，就是说当我们还是凡身的时候呢，这个转世的智只是
那个一部分而已。この時は不断烦恼的涅槃身哈。そして今度ね。あ、当那个一起一口气过来往生彼陀。好。往生彼陀时，哎。透过。这个才是真正的得涅槃。嗯。甚至生修行。生死即涅槃，所以受苦呢，所以受苦呢。往生的时候，所以涅槃分的。啊，还是这凡夫之圣的时候是得那个涅槃分，哈。那时候到哪里去的？就是当我们还是凡夫之身的时候，不论怎么修，都还是生死即涅槃分啊。これを忘れたらあかん。不可以忘记，不要忘记涅槃分哈。だから今は各さんが南部一切業の中で涅槃分だけ。好，就是说不论他怎么精进，有没有？顶多龙道境就是涅槃分的境界而已。それを今からもう所以速涅槃ぐらい思ったら、こんなもんは天狗や。如果是以为自己已经获性，然后已经是生死即涅槃的话，老师说那个是天狗。これが浄土門です。老师说这个是净土门。それが修道浄土の違い。好，老师说那个净土教跟圣道门哈。不同的地方在这里。净土教と、修道教。净土教跟圣道教。これはこの分がある、分です。老师说这个要修道教はそのまま分なし。好，净土教是有这个分，好，圣道教是没有的，它是己，即生成佛。修行の悟りです。自身的证悟。修行の証拠やから。それを同じように思って議論したら負けるよ。老师说，这个一定要搞清楚，不可以把它混为一谈。这个自身证悟在初住以上嘛。先生啊，修行就不修行就不足啊，啊另外啊那。修行以上じゃないですかと。修行以上の例でも練習行ったらそんなことは言わない。但是あの禅宗的话是不这样子讲。不谈阶位，不谈品质，不谈阶位。だから、前者はな。禅者。前者は即身成佛って自分自ら言うと。他们是讲即身成佛的。それをこの分なんていうようなこと言うたら怒りますよ。不讲分的。不讲分。我々はどこまで行っても分でしょ。那我们就做修这个净土教的人，我们是分。だから我的功德力，就获得功德力吧，获得这个功德力吧，是这样讲。原心には。煩惱無所不知ですよ。老师说，我们呢，不论到哪里，我们都是烦恼具足。そこの本部ですよ。これを忘れたらあかんよ。老师说，不要忘记，不论你多么精进，我们多么的精进，都不要忘记自己现身是烦恼具足的凡夫。なんぼ信心の行者といえども煩惱無所不知の本部です。不管自己是不是信心，就即使自己是信心的行者，也是烦恼具足的凡夫。信心いただいて入ろう。ね、所以说涅槃の身になろうとそれはあかんのです。我らは生死の凡夫かわち。
就说很多人以为获信以后就是生死即涅槃呢，老师说那种想法是错误的。好，不论啊，就是说即使已经获信，也是烦恼具足的凡夫哈。那个天人的本部ですよ。所以不论到哪里，我们都是底下的凡夫。老师说这个是。修道教啊，净土教跟圣道教最大不同的地方，不可以把它混为一谈。嗯，然后这个婚是佛功德力吧，或佛的功德力。この部分は仏様の功德力ですね。佛功德力。自分の手なら違うよ。老师说这个不是凡夫的。不是凡夫的功能了，就佛功德力的。嗯。仏様にの光をもろて。这个分是已经得到佛的光明的人。佛の光がずっとこう入ってきて。脱皮してしまうのは皮脱いで蛇が皮脱ぐのと一緒で皮脱いでしまうのは彼女においてや。哦，老师说，那个真正那个蛇要完全脱皮有没有？是要到鼻土才可以。老师，蛇脱皮嘛就蛇了。先生啊，蛇脱皮しても蛇ですね。它不变成龙了。脱皮するの。皮脱ぐでしょ。脱这个凡夫之身，就是要到彼土。生きてる間は、蛇の皮着てるの。ボムの皮をかぶってるの。老师说，我们活着的时候，我们都是披着凡夫的皮。これに同じや。就跟蛇一样。要真正脱皮，我也到净土。我这个得舒服得多。啊，凡夫的脱皮要在净土，在彼土。浄土において脱皮する、この世で脱皮してるなんていうこと言うたら天狗になるぞ、如果说自以为自己在净土已经脱皮的，老师说那是非常娇慢的。作为在这个有一个叫肉身成佛这个，だからこの情という意味に対してね、指南書が修行心書の中で、情とは勝つなり、それで先生加えるのし加えるの馬乗るがなり、勝つなりがなり、それが何やったらまだあったな、これだけ覚えてるわ、これしかないと思う。あなたの商業、自分の商業自分で調べてよ。じゃあ私のお商業。勝つなり、仏が語れんやから、じゃあボンボン負けるってこっちゃ。老师说那个天南圣人呢，在那个教行信证有特别解释这个称。用的是怎么样呢？我只有记得这个驾也圣也。他住哪里？弄哪里？我看看你那黑子木老子。新干的。你买在古马里那黑子木老子过去。你说很。性感的地方，在信卷里面呢。米老鼠吗？米老鼠。米老鼠，我给你置起来呢。我给你们吃。寝てる間メガネいらんから。うん。うん。半分のウロここに出てます。これ召喚ですよ。